どうも、栗原啓一です。皆さんお久しぶりです。2024年雪解けもしてですね、現在7月の16日ですか、今日。はい、いよいよ栗ケンチャンネル始まりますけども、今日はですねマーストリッシアの場所に来てます。昨年はですね、なかなか骨の化石見つけることができなかったので、今年は何としてでも恐竜化石を見つけてですね、皆さんにいいところを見せたいと思っております。向川町のですね博物館もですね、新しくリニューアルされるんですけども、新博物館、あとは温浴施設ですか、それをですね今年の夏ぐらいですかね、夏ぐらいからまあ建設始まると思うんですけども、まあ、そういった内容もですねお届けできればなというふうに思っております。まあ何せよ今年ですね5年目シーズン5なんで、そろそろですねいい化石が出てもいいかなというふうに思ってますけど、まあ今回の場所も激アツの場所なんで、なんとかいい化石を見つけるように今日も頑張りたいと思います。ここ2年間ですね朝の方がなかなか行けなかったんですよ、ちょっと事情がありまして。なんですけどそれもちょっと今解放されまして、朝散歩の動画です、動画が増えるかもしれないです。はい、ギョージャニンニクも出てきてます。見てください、いいサイズですね。ということでちょっと時間もね朝なんで1時間くらいちょっと見て今日は行きたいと思います。それでは皆さん一緒に行きますよ、レッツゴー、よろしくお願いします。I can't go back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. You know you left me lonely, I could tell them the whole story. It may take a couple hours, I've got time, let's get to chatter. How could I explain the situation? Man, it's so damn complicated. Where do I start, where do I end? I should go back to bed. I'm going back to all the basics, teaching myself now how to erase it. It's like learning a whole new language, and I'm afraid, too scared to face it. I just want consistent clarity, but all my thoughts destroyed. Give me some peace of mind, it's all I need to give peace to all of my family. I can't go back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. You think you are everything I need, but I'm gonna leave. But can't get through to me, it's not you, yeah, it's always me. I close my heart to you, you see, it opens up for nobody. It's been so hard to fall asleep, the weather always makes my nose bleed. Makes my nose bleed. It's so hard to believe that one day I'll feel peace. I want control over my life, I want that driver's seat. Yeah, it's not you that I need, you push me down when I'm weak. You were never there for me, go pick up your keys and leave. I can't go back to you, my friend. Back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. Cause you think you are everything I need,
but I gotta leave. いや、そういえばですね、昨年の12月ぐらいでまだ1900人かそれぐらいだったんですよね、チャンネル登録が。それがですね、なんと現在2070人ぐらいになってました。2070人ちょっと。ありがとうございます、チャンネル登録してくれてる方。私の目標ですね、まあ、向川町の人口が7000人ぐらいなので、7500人切って7300人ぐらいですか。なので、ホベツ地区の人口がですね、2300人ぐらい。もう切っちゃったかな。ぐらいなんで、今年の目標は2300人を、なんとしてでも突破したいですね。そのためにも動画を、たくさん、アップしたいと思ってます。ね。いつもチャンネル登録してくれてる方ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。誰か知り合いとかいましたら、教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。すごいです。牛じゃニンニク、すごいです。ああ、すごい。よっしゃ。集中していこう。あんまり大きい石もあれなんですかね。そうだ、これなんてでかいのに。こんなんね、こんなやつに骨の跡とかあればいいんですけどね、ないですかね。こんなでっかいし、動く。よいしょ。おお、でかい。でかいっすねー。でかいっすよ。でかい。なかなか程よいサイズの石がないですね。でかっ。これもでかっ。でかいやつの方がでもいいっすか。こういうのがやっぱ怖いですね、でかい石は。あ、今足ぶつかりましたわ。うわ、いって。
貝の跡ですね。こういう丸、あ、丸いやつ。ありましたよ。ありましたけど、割れてないでね、これ。半分になってないでよ。どうかな。ああ、微妙。微妙ですね。よいしょ。まん丸だったらよかったのに。ナイスね、くっそ。ああ、残念。あった、あそこにも、あそこにもありました。これ何落ちてくるのかな。大きいね、石もちゃんと見ないとダメなんですけどね。なんかこう丸い石に目がいっちゃいますよね。あ、これじゃダメだな。どうですかこれ。なんか擦れてる跡とかあればいいんですけど、ないですね。ダメですね。ないですね。なんだこれ。こんな感じだってる。いや、何これ。なんかあそこに石あるけど。何これ。嫌だな、これ。なんか、ああ、なんか気持ち悪い。おい。ああ、なんかあそこにあるけどな。クマいないべね。おっかね。石あるんだよ。いや、怖い。あ、やっとやめた。よいしょ。よっしゃ。これ貝の跡ですね、これね。ピュッピュッ、骨の跡だね。この辺ぐらいから来るか、これ。クマ出てくんなよ。もう獣の匂いがもうプンプンするな、本当に。おー、なんかいい形、なんかいい形じゃないですか、これ。さあ来い。なし。ん？なんかキラキラし。
っぽいな、これなんか大きいやつのアンモナイトの部分っぽいような感じもするな。よし、激アツだな。あるんじゃないかこれ。大きいアンモナイトなんか出ちゃったらどうしよう。鳥がピーピーって反応してくれてますね。ないか、骨の跡。これいいっすね。これいいね。あ、これいい。あ、これはいい。おお。どこにも跡がないと思われます。こっから行ってみますか。イノセラムスの割れてる跡がありますよ、これ。なんもないよ。ないか。ない。あっと、貝だ。貝だな。貝だろう。貝だ。真ん中に貝が入っただけ。貝が1個入っただけ。ナノナビスってやつですね。いやー、
惜しい。なんか鹿のここに残骸があるんですけど、残骸が、下に入ってそうです。お、これだもん。お、おお、これは何でしたっけ、フィロセラスっていうか、うわすごい、何でしたっけ、あのヘトナエンゼ、何ヘトナエンゼでしたっけ、すごい、やったこれ、何でしたっけ、分かる方教えてください。全然やってないからもう名前出てこないですもんね。お、すごい、あ、欠けてるところある、これはある、まあ、すごい、やりました。何でしたっけ、一発目やった、かなり貴重ですよこれ、貴重ですよね、マーストルシアンでこのアンモナイトが出るっていうのはね、貴重ですよこれ。このフィロセラスとかってこのへそが小さいのがそういう感じなんですけど、これは
違うんですよ。名前がまた違うんですよ。これやりましたよ、これ。おお、やった。しかもこれポンと置いても置物になりますもん、これ。やったよ、これ。おお、ここに入ってたか。こういう風な形だったんで、この下にね入ってるかなと思ったんですよね。そしたらこの間に入ってました。擦れてるとこ見えてたのかな、これ。見えてないよな。見えてないですよね。こういう感じでこうか。あ、見えてたのか。見えてないな。こういう感じで入ったんですけど、擦れてるとこ見えてるでしょ、これ。本当にちゃんと見てないですね、私ね。ありましたよ。よっしゃ。おっと、あ、まだ入ってる。は、入ってる。入ってます。もう一個入ってますね、これ。よし。見てください。ここに見えてますよね。もう一個同じやつ入ってますね、この形は。よっしゃ、おっしゃ、幸先いいぞ。おい、これね、ちょっとここの線入ってるんで、ここにやりながら、多分これでいけると思います。あ、あ、嘘でしょ？嘘？マジか。嘘？マジで？いやー。嘘でしょ。やめてよ。あ、いいとこで割れちゃいまして、割れたっていうか、うん、ここも線入ってたんでね。これうまく外れたらいいですけど、外れなかったらそのまま残してこれだけね持ってきたいと思います。壊したらごめんなさい。まだ入ったらどうしよう。入ってないか。いや、うまく外せるかもしれない。うん、ちっちゃくして、よっしゃー。あっと、こっちにも。何これ、見えないんですよ、全然。見えてないんですよ。いや、そっか、泥で見えてなかったですか。おー、これすごい。なんだろう、なんですかね。あー、あれですね、貝ですね。アニソミオンみたいな貝ですね、これ。深いっすね。おお、いいノジュールでしたね。おお、勝った、いかった。
ないですか。こっちちょっとコア持ってきますか。やりました。何でしたっけこれね。よし、分かりやすいところに置いて帰り持っていきたいと思います。 OK。落ちてくるのかな。炭素が入ってるからやっぱりその近くで出てくるのか。あ、餃子ニンニクある、すごい。餃子ニンニク取って帰るか。うわ、すげえ、餃子ニンニクめっちゃある。おい、こういう取りにくい場所のとこがねでっかいんですよね、餃子ニンニク。よし、はい、そうしましたら今日は1時間くらいちょっと来たんですけど、この辺で1回目の YouTube 動画を終わりたいと思います。今年一発目いいの撮れました。名前はちょっと出てきません、ごめんなさい。なんとかのヘトナエンズです。ヘトナイっていうね、富内の向川地区の、あ、向川の、向川じゃなくて保別のところにある富内っていうところなんですね、あるんですけども、そこの名前がついてるヘトナイエンズっていうですね、分かる方いれば教えてください。それでは次回もまた会いましょう。いつもコメントしてくれてる方ありがとうございます。今年は2300人チャンネル登録者いけるように頑張りたいと思いますので、皆さんもこれからも応援よろしくお願いいたします。それではまた次回も会いましょう。さようなら、ありがとうございます。いや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 、動画ちょっと終わろうかと思ったんですけど、今帰りにあのアンモナイト回収して、ふっとですね見たら石がポコッと出てたんですよね、路頭に。で落としてちょっと洗ってみたらですね、いい形のこれ見てください、ノジュールが出てきて、こっから半分で分かれてたんですよ。で、見たらですね、なんと、こんなに素晴らしいアンモナイトがありましたよ。これ、すごくないですかこれ。幸先良すぎ。さっきと同じような場所だったんで、もしかしたらまだね、これ、侵食されて、これ流れこの土が崩れたら、ま、もしかしたら出てくるかもしれないですね、これね。ここは要チェックですね。やりました。これ素晴らしいですね。これはジャポと言われてるやつですね。これは素晴らしい。すごいな、これ。このままこれ持って帰りたいと思います。こっち側はね、外れただけなんで何もないと思います。まあちょっと割って後でか今確認してみますか。よし、もうマイクも全部外してるんで、このままちょっと置いていきますよ。よし、よっしゃ。
ついてる。あ、これこのままだったんだ、これ。ということはもう少し大きかったってことです。でもまあ壊れちゃってるんで、これはダメです。うん、これ1個だけですね。おお、なんかすごいな。本当はもうちょっと多分大きかったですね、これね。うん、あ、結構立派ですね、これ。ああ、つながってたな。ちょっと十歩何歩か残ってたな、これ。まあしゃあない、これで。このまま持ってきたいと思います。やりました、ありがとうございます。それではまた次回も会いましょう。さようなら、ありがとうございます。しっかり餃子ニンニクもいっぱい取れました。You know you left me lonely, I could tell the local story. It may take a couple hours, I've got time, let's get the chatter. How could I explain the situation? Man, it's so damn complicated. Where do I start, where do I end? I should go back to bed. I'm going back to all the basics, teaching myself now how to erase it. It's like learning a whole new language, and I'm afraid, too scared to face it. I just want consistent clarity, but all my thoughts destroyed. You need some peace of mind, it's all I need. Give peace to all of my family. I can't go back to you, my friend. To you, my friend, don't even ask, don't play pretend, 'cause you think you are everything I need, but I gotta leave.